1番新生フォーミュラ日本富士ファイナル富士のストノに響けエキゾーストノートレッドシグナルから今グリーン帰りましたスタートさあスタートはどうか星野が行きましたそして服部がいいスタートを見せている中野が内から行った星野が行く星野そして中野が2番手服部3番手がちょっと遅れているのは高木人の手が大逆効果がっている高木さあクラッシュペドロ・デラロサ1コーナー手を上げたクラベルに沈めたそしてナイツバーグリーああ次々と次々と大クラッシュ